これは最初にやっぱり原爆が日本に落ちたからだと思うんです、逆に。でみんなはあの後あの放射線の影響で髪の毛が抜けたりした人がたくさん出てきて、そういうのテレビでいっぱい見てますし、で無理もないと思うんですね。でしかもいいことに使ったんじゃなくて原爆で使ったので、それで日本人は原爆反対というのには一番世界の先頭に立って運動してきました。で世界に広げたと思います。でただしその場合その放射線の影響がどれぐらいであったかということについては、むしろその頃は我々あんまり知らなくて、後でだんだん分かってきたことで、私は今回まだ混乱しているのは市民が悪いというより科学者がちょっと怠けてたんと違うかなとそういうふうに思います。科学者の責任だと思っております。